門前整体の三つの部です、今日はねエステ、メンズエステにこの前行ってきたので、そのご報告をしようと思います。何をしてきたかって言ったら、まずは脱毛、2番目に、ボトックス注射、3番目に白玉点滴ってやつもやってきました。まず1つ目ね、今ね脱毛やってきてこの辺分かりますか？3回目です。3回目の脱毛、この辺とも全部やってきたんですよ。なんかね、今もう結構ね、夕方の4時ぐらいなんですが、剃ったのに、だいぶとね、青い感じが減ってきてます。なので、結構ね、脱毛やっていくとね、この辺ね、本当にね、ヒゲの、ね、質感が減ってきます。だからね、ヒゲの青々しさが気になる人はね、ぜひ行った方がいいですよ。ただね、1回目、2回目とね、そのなんかヒゲのレーザーの度合いを少しずつアップしていくんですけど、今回3回目ね、特にね、このヒゲがよく生えてるこの辺り、結構ね、こう簡易的な麻酔とかもやってもらったんですけども、結構痛かった。まあ、悶絶整体やってる癖して、結構ね、僕、痛がりなんですよね。なのでね、本気でね、ちょっとね、脱毛する人はね、ちょっとこの辺だけはね、耐えた方が、耐えなきゃいけないかもしんないけど、でも、肌の質感は上がってきました。1ヶ月ぶりぐらいに会う人に、やっぱりね、ヒゲ脱毛するんですよって言ってから、1ヶ月ぶりぐらいに会った人とかは、全然質感変わってきたって言われてます。だから、すごい楽しみですね。で、2点目にボトックス注射も行ってきたんですけども、ボトックス注射ってね、ここの筋肉のところになんかそのボトックスっていうやつを入れてあげて、筋肉を細くするっていうものなんですね。でそれをやったらここの顔がこう細くなるので、それを楽しみにしてます。で昨日打っていたのはこことここに、こことこの辺かな、1箇所2箇所打ってきました。ですぐ終わったんですけれども、その後ね、効果が出てくるのがだいたい1ヶ月ぐらいかかるみたいです。なのでこの1ヶ月の間は、どうなっていくのかなと思ってね、証拠ビデオをね、こうやって撮ってます。この辺でわかるかな、こう噛んだ時にここのこの筋肉、ちょっとビデオじゃわかりにくいかもしれないけど、ここ噛んだ時出てくる、この筋肉ね。でこれが、少し細くなるとやっぱり上についてるお肉とかも落ちるので、だいぶ細くなって、顔がシュッと見えるそうです。これがね1ヶ月後、今日が9月の、まあ、6日5日6日ぐらいなので、これがね取れてくれたらどうなってくるのかちょっと楽しみですね。で次にね、3点目、僕、白玉注射、白玉点滴ですね、でをやってきました。白玉点滴っていうのは何人かって言ったら、AKB の AKB48 の指原とかビヨンセとかもやってる、なんかお肌の質感を、白くするやつなんだそうですが、僕はその白くなるというよりも、アンチエイジングにも効果的だっていうふうに聞いたので、それをやるのと、あとね肝臓の酵素をなんかちょっと一回デトックスしてくれて、お酒をよく飲めるようになるみたいなことを聞いたので、そっちがメインでやってます。で初めに、これをやってみて、初めは1回やったらね、1回やって1週間ごとにもう1本で3回ぐらい続けてから、あとは月1ぐらいでもいいよっていうふうに言われてるので、それをねやってみようかなと思ってやってます。でまだ1回目で打った時にね、僕時間がなかったので点滴ではなくて注射の方で入れました。で結構お酒強いからなのか、そんなにねしんどかったりとか、入れてる時も気持ち悪くなったりとかしなかったんですが、人によってはちょっとふわっとする人もいるみたいです。でやってみたのは どうかって言われたら、まあ、1回目なんではっきり言ってまだ分かんないっていうのが事実かな。でこれがうまいこと言ってくれて、もっとね肌感とかも上がってくれたりとか、お酒をガバガバ飲んでも全然記憶が飛ばないとかね、最近ちょっと飛んでるんですよ記憶が。でそれがね、飲んでも全然平気だってなった方が僕的には楽しいので、ちょっとやってます。そうですね、そんな感じです。で、あとボトックスの方ね、そお酒飲むんで思い出しましたけど、やった日はお風呂に入ったりとか、お酒もねガバガバ飲んじゃダメだっていう風に言われましたから、もしね行く人はいて大酒飲みいたら気をつけてくださいよ。
そんな感じですね。でこれからね、またどういう風に顔が変わっていくのかっていうのをね、あのこの動画で残しておきますから、気になる人は見てください。で僕が言ってる、ところはピュアメディカルクリニックさん、下の方にねちゃんとねリンク貼ってますから、そちらから見てね予約してもらったら、悶絶整体三つの部の紹介とか、奈良のあの整体の先生の紹介ですとか、なんか言っていただければ 10%、 初めは 10% オフになりますからね、ぜひぜひ見てください。これからねこの動画見てもらって、高評価とか、チャンネル登録の方どうぞよろしくお願いいたします。他にもいっぱい動画があるのでね、よかったら見てください。以上、悶絶整体三つの部でした。